どうも夏三郎です。姫三郎です。ハッピーコンビです。今年も新居浜の夏、あの熱い熱いイベントがやってくるね。第6回笑顔甲子園ですよ。はい、ここは赤金ミュージアム、去年の初日が行われたところ。これ懐かしいな、もう涙が出てくるな。感動しましたね。はい、今までの5回大会のうちからお笑いのニュースターたちが出てきてるんですよ、皆さん。そうですね、パーマ大佐とか高松菜奈とかね、ベンジャミン・フランクリンとか坂の上の田村丸とかそれ歴史上の人物でしょ。とにかく今全国のお笑いにかける高校生たちを大募集中です。今年のキャッチコピーはかっ飛ばせ笑いのホームラン。お、そのキャッチコピー俺高校生時代思い出した。師匠野球やってました？吹奏楽部でチューバです。全然違うじゃないですか。お笑いのジャンルは問いません。漫才、コント、落語、マジック、モノマネ、何でも OK です。はい、詳細はこちらまで。けどなんやな、誰もお客さんがおらんとこで漫才やるの寂しいな。そうですね。